長者山白木神社は、青森県八戸市の長者山々城にある神社。社格は、旧建社。重要無形民族文化財の八戸三社大祭や、八戸の縁ぶりで著名であり、八戸市内では、くしびき八万宮と並び厚く数形を集める神社である。その他いくつかの神々を愛殿に祀る。長者山には、古くから、 様々な祭祀が行われていたらしく、八戸藩初代藩主、南部直房によって、国造菩薩が誕生され、祇園と俗称された、道祠らを前身とし、白木神社としては、遠方6年に二代藩主直政が繁華の守護と、両内の五国豊穣と領民の安穏、無病息祭を記念する、祈願書として参上に、南部市の塩祖である、白木三郎義孔明を、 環状三者道、または、国造道と合したのに、はじめまる。以後、八戸の藩奥の氏神として、歴代藩主から尊崇され、また、造営事業等は、藩直営で行われる例とされた。元六七年に、社殿の改築がなされたが、文政十年にも八代藩主信真によって、再改築が行われており、この時には、 桜の馬場を解説して霊祭に打球を奉納するようになった。明治初期の神仏分離に伴い、明治2年に社号を、白木神社と改めて合社に列し、同14年の明治天皇の東北順位校に際しては、行行があり、木場打球が、天覧に供された。後に県社へ昇格し、昭和51年に、現社号である、長者山白木神社と改称した。 2月のエンブリ八8月の霊祭と八戸三社大祭等がある。現本殿と拝殿は、文政九年に着工、翌年に竣工したもので、本殿は桁雪三軒、張間二軒の入り模屋作り平入りの三社に三軒の、後輩をつける構造、正面扉や、組物、後輩の柱周り、等に華麗な彩色模様が施されている。拝殿は桁雪五軒、 ハリマ三軒平入里の入りも屋作りに一軒の後輩をつけるが、ハリマが三軒の拝殿は珍しく、市内では、くしびき八万宮と東神社に見るだけである。本殿、拝殿ともに、細部の彫刻等に、江戸時代の神社建築の特徴がよく残されることから、平成3年3月13日に、青森県の長方に指定された。ありがとうございます。